辻井さんはドイツ・ボンにあるレミギウス教会を訪れました。ここがベートーベンが10代の頃に演奏をしていた教会です。なんか重厚感のある感じで、なんかこう普通の教会とはこうまたなんか違う雰囲気があるのかなって感じますね。はい、お祈りをします。幼い頃、宮廷歌手だった祖父が亡くなると、父が酒に溺れたのです。少年だったベートーベンは、二人の弟を養うことになりました。この教会の朝のミサでも、オルガンを弾き、お金を稼いだと言います。10歳という幼さでしたが、腕前は、大人をしのぐものだったと伝えられています。パイプオルガンは当時のものではありませんが、ベートーベンが座っていた場所は当時と同じ。どんな思いで鍵盤を押していたのでしょうか。特別にパイプオルガンを演奏させていただけることに、そこ椅子、少年ベートーベンに思いを馳せ、オルガンを奏でました。